か。それがのう、どうもつまらんでのう。つまらんじゃと。のう草か、俺はなんか気の病かもしれん。人生がつまらんでつまらんで仕方がない。俺の進む道はもう決まっとる。それを誇りにも思うとる。じゃが何かが足りんのじゃ。自分の行く末を思うと退屈で退屈でいっそ死にとうなるんじゃ。ここに来たんもただの暇つぶしじゃ。ふざけんな。暇つぶしで来るんなら今すぐ帰れ。ここはお前が来るところじゃない。俺は思うとる。誰にバカにされようと笑われようと本気で思うとる。この松本村からこの国を変えようと、武士でない自分にもできることがあると、このお方がそう思わせてくれた。そう思えたから、ここで学ぶんか楽しゅうて楽しゅうて仕方がない。ここにいる皆もきっと同じじゃ。お前の人生がつまらんのはお前がつまらんからじゃ。高杉君、君の志は何ですか？僕の志はこの国を良くすることです。志があれば罪人でも生きるのが楽しい。やる気が尽きることはない。志を立てることは全ての源です。君がもしこの小さな萩のご城下で由緒ある武家の跡取りとして人生を考えとるなら、君にとってそれはつまらんことでしょう。君はそれを望んじゃおらんのだから。志は誰も与えてくれません。君自身が見つけ、それを掲げるしかない。君は何を志しますか？